アルバムアルバムは公衆に流通している関連付けられたオーディオトラックの集合。多くはレコード、コンパクトディスク、コンパクトカセット、DVD などのメディアとなって市場で流通する。一部ライブやコンサートの会場などで直接販売される、あるいはウェブサイトを通じてダウンロード販売されることもある。販売用の媒体としては 数曲を収録した小さな販売単位である、シングル対比される表現である、公説も参照。レコードアルバム、レコードアルバムという用語は、20世紀前半までの最大収録時間3分、10インチ版5分、12インチ版の SP レコード、78回転版、シェラック版が主流だった時代に、何枚かのレコードを写真アルバムに似せた本という、 形で発売させたことに由来する。最初にアルバムと呼ばれたレコード集はオデオンレコードによって1909年にリリースされたピョートルチャイコフスキーのくるみ割り人形を収録した4枚組である。価格は16シリングであった2007年現在の通貨価値だと約1万1000円に相当。1948年にアメリカ合衆国のコロンビアレコードから ビニーライト製の音溝を細くした直径12インチにもかかわらず最大収録時間30分程度の LP レコード33回転版ビニール版が生産された LP は長時間再生ロングプレイのアクロニム当時語でありその長い収録時間はそれまでのアルバムのうちかなりのものを丸ごと入れることができた従来のレコードアルバムを一枚の LP にしたものや 新しく発売された複数曲収録の LP もアルバムと呼ばれた。2016年11月現在、ビニールでできたレコードは主要な形式としては使用されないが、アルバムという用語はコンパクトディスク、CD、コンパクトカセット、あるいはデジタルダウンロードの録音の集合に対し使われている。CD が主流になる前にも LP2 枚組などで1時間前後の アルバムがあったが CD が主流になった1990年代には CD の容量をほとんど使い切った70分以上を収録するアルバムが盛んに制作された。2000年代になると欧米では CD の単価下落による収益の悪化やデジタルダウンロードの普及、一般的に CD よりもアルバムの単価が低いなどが要因となり30分程度の非常に短いアルバムも 一般的となった。日本では再販売価格維持制度により CD などの価格の下落は防がれているが、様々な要因により売り上げが低下しており、CD 不況を参照。そのため、アルバムに付加価値をつける試みが多く行われる。一例として、ミュージックビデオを収録した DVD を付属して発売する場合がある。このような高付加価値化は海外でも行われている。 2015年7月10日から各国でバラバラだったアルバムとシングルの発売日が金曜日に世界統一されたが日本国内では2016年11月現在もアルバムやシングルともに水曜日に発売している歌手が多い新しいメディアが大容量であるためアルバムがどのぐらい長くあるべきかという問題が議論になる UK シングルチャートは4トラック以上または 収録時間の合計が20分を超えるものはアルバムとされる。日本のオリコンはポップスではリミックス、バージョン違い等を除くオリジナル曲が5曲、5トラックではない以上の場合はアルバムとしている。これを利用してシングルに同じ曲のリミックスを多数収録し、お買い得感や話題性を出すことがある。例えば、浜崎あゆみのマキシシングル、A。 1999年は14トラックあり、ボーナストラック含む、かつ70分をはるかに超える収録時間にもかかわらず、そのほとんどが同じ曲のリミックスで、曲数としては4曲しか収録されていないため、シングルとされた。8センチメートルの CD の場合、10曲が収録された山崎邦正の山崎一番。1998年はシングルとされた一方、 7曲が収録されたところ、ジョージのトンカチ1998年はアルバム取れた。クラシックなどでは1曲でも時間が長ければアルバムとされる。また曲数はディスクごとではなくパッケージで数えるためシングルボックスはアルバムとされる。一方で日本レコード協会はリミックスを含む収録曲が3曲。 カラオケは除く以内かつ定価が1600円以下のものをシングル、その他をアルバムとしている。日本ではシングルのメイン曲やカップリング曲、メイン曲以外の収録曲のことを改めてアルバムにも収録するケースがあるが、これは1970年代以降の英米ではあまり見られない慣例である。これは日本では先に数曲のシングルを発売した後、 その期間の集大成のような形でアルバムが出されるのに対し、英米では先にアルバムがリリース、発売され、そこから一定間隔を置いてシングルをカットしていく。先行シングルは大抵1.2曲が限度であるという違いから来るものである。英米ではシングルのカップリング曲はアルバム未収録の新曲、没曲などや、 表題曲のリミックスを収録することが一般的である。日本においてカップリング曲をアルバムに収録しない場合は、アルバム発売後でもシングルの価値をある程度保つなどの意図が考えられる。ただし、カップリング曲のみ収録し、表題曲は収録しないアルバムも存在する。また、日本でシングル曲メインとなる表題曲のことをアルバムに収録する場合、 リミックスを施す、イントロ、最初やアウトロ、最後を変える等のアルバムバージョンとして収録すこともある。特にシングルがアルバムと同時発売の場合、シングルの価値を低下させないためなどからアルバムにはバージョン違いを収録することが多く見受けられる。リカットシングルにおいても、アルバムとは異なるバージョンで発売されることもある。収録時間の短いアルバムをミニアルバム、 和声英語と呼ぶ。それに対し、ミニアルバム以外のアルバムをフルアルバムと呼ぶ。ミニアルバムとフルアルバムの違いは明確ではないが、おおよそ6曲前後までなら、ミニアルバム8曲前後からはフルアルバムと呼ばれる。LP の直後、RCA v ク c t o r が LP と類似の技術を使い、LP より小さく収録時間は12インチ、SP とほぼ同じ5分である。 EP レコード45回転版を発売した。EP はエクステンディドプレイの略でシングルより長いことを意味する。これにより現在でも収録時間が特に短いミニアルバムを EP と呼ぶことがあるが、シングルのことを EP と呼ぶこともある。2枚組アルバム、いわゆるダブルアルバムと呼ぶ一つのパッケージの中に2枚のディスクを収納した作品をリリースすることがある。 これらは収録時間がディスク1枚の上限を超えていることが多く、さらにオリジナル版とリミックス版等必ずしも上限を超えなくても分けることがある。ちなみに何枚かのディスクを一つの箱に入れてリリースすることも多々ある。こちらは CD ボックス、いわゆるボックスセットと呼ぶ。アーティスト名をアルバムのタイトルとすることがあるセルフタイトル。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。